やあみんな、最強の生き物が生き残りをかけたトーナメントバトルを始めるよ。ここでは現代を生きる人気の動物や、遥か昔に絶滅してしまった古代の動物や恐竜が集まって一騎打ちの戦いをするよ。トーナメントに出場する生き物は4匹だ。1対1のバトルを行い、勝ち抜いた2匹の生き物が決勝戦を行う。見事決勝戦を制した生き物が優勝だ。それでは早速第1試合を見に行こう。第1試合に出場する生き物の登場だ。ゾウは踏みつぶしが必殺技だ。対戦相手のクテラノドンは空から次々攻撃を繰り出すぞ。勝つのは果たしてどっちだ。それでは試合を見てみよう。 Ready Fight。出場する生き物の登場だ。トラは高い身体能力と鋭い爪で致命傷を食らわせる。対戦相手のイリエワにはデスロールが必殺技だ。勝つのは果たしてどっちだ。それでは試合を見てみよう。Ready. Fight.
決勝進出だ。決勝戦に出場する生き物の登場だ。ゾウは踏みつぶしが必殺技だ。対戦相手のイリエワニはデスロールが必殺技だ。勝つのは果たしてどっちだ。それでは試合を見てみよう。 Ready Fight。 動画の投稿を見逃さないようにチャンネル登録と、この動画が楽しかったみんなはグッドボタンをお願いします。来週もまた見てね。